広島県教育委員会の平川教育長が県立学校の視察に使ったタクシー代は4年間で721万円だったことが分かった。都道府県教育委員会は教育長専用の公用車はなく必要経費だと説明している。都道府県教育委員会によると平川容疑者が県立学校への通学に使ったタクシー代は18年度から4年間で721万円。平川教育長は就任後全都道府県の学校を訪問する方針を示し、秘書と共にタクシーで北東の県を訪問した。都道府県教育委員会によると、教育長の公用車はなく、秘書や教職員が公用車を使って教育長を送迎することもできない。昨年11月、県議会からタクシー料金の高騰を指摘された平川圭氏は、新型コロナウイルスの影響で福山へ出張した際、新幹線よりもタクシーを利用する機会が多かったが、状況によってはビジネス、組織はタクシーを使用することを決定する場合があります。決断したと説明した。